嫌だからないでしょって言ったんですね。まあ、いろんな県でいろんなこういうね、サブカル県といろんな県でいるんですけれども、まあ自分が住んでいる県以外のところでも、イベントがあれば行くぞという人が多くてですね、私も航空だけじゃなくていろんなところで力を伝えていただいているんですが、まあ本当にそこに隣県でイベントがあれば来るという方もたくさんおりまして、ね、はい、次にねご紹介する子も来るんだと思って、はい、しっとりねちょっとお二人続けてねお名前を歌っていただいたんですが、まあガツンとちょっと決めていただこうと思いまして首かしげてますけど、はい、しっかりと決めていただきましょう。それでは続きましてご紹介しましょう。宮崎しおり、ゆじりちゃん、お願いします。心ぴょんぴょん待ち考えるふりしてもちょっと近づいちゃえ、簡単には押してない、こんなに好きなことは内緒なの。
出場していただいて、お越しいただきありがとうございます。出張舞台で大月ひじいちゃんでございます。お願いします。いやー、懐かしい顔ぶれから初めて見たような方もいらっしゃるんですけど、で、宣伝を行ったんですけど、残念ながら私、残念ながら、呼んだんですけど、誰一人来ませんでした。何がダメだったんでしょうかね。まあ、泣いてもしょうがないのでですね、泣くのでから前に進めっていうことがね、水戸黄門でも言われておりましたので、すいません、ただけ応させてください。はい、この、これなんだと思う？青汁。おいしい？まずい、もう一杯。っていうのがですね、頬のところにしこりができまして、っていうのがですね、触ってみてから、まあそれで、あ、腫れてるわっていうのは分かるんですが、影見たらですね、シルクツツがですね、はい、ニキビです。完全に生活の規則が残ってしまいましたので、見始めた次第なんですけど、肌は治りつけ、お通じは良くなりました。皆さんお勧めいたします。大麦バカバというやつでございますので、マツバリューとかどんどん寄ってください。すごく美味しくないんで、よろしくお願いいたします。はい、ところで、これ何話そうとしたんだっけな。もう、忘れたな。次の曲行ってみるか。はい、次の曲行ってまいりますけれども、ちょっとふざけたんで、次はちょっともうちょっと真面目な曲の方をですね、歌わせていただきます。ではよろしくお願いいたします。ジョジョの奇妙な冒険、ライオンですね、チェイス、よろしくお願いいたします。1曲目ふざけて2曲目真面目に歌って、じゃあ3曲懐かしく曲ぶち込んでやろうということでございまして、まずね、あいにく曇りでございました。そう、クローリーです、ウェザー、そうです。そこからですね、何かね、想定できるもの何かでいいかなと思ってですね、
考えたんですけど、はい、考えつきました。そこから、曇りと、天気、そこから、雲ですね、うん、となると、残るものは一つ、そう、スパイダー、全然関係なかったんでした。はい、というわけで、いってらっしゃい、最後の曲、かけろスパイダーマン。大丈夫です。はい。